はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。はい、今日はこれですね、 KPM ナイクロ、今ね、ナイクロのイベントやってる関係で KPM がいっぱい集まったって方がね、結構いそうなので、これ使っていきたいと思います。防具の方がね、最強と思われるヴァンガードですね。これつけるとどうだろう、防具なんもないより2ランクぐらいパワーアップする感じですかね。かなり強いです。もうどうだろう、 UNK と遜色ないぐらいの火力がありますね。はい、1キルで、なんだろう、弾数がね多いですよね。48発なので、まあ弾持ちもいいですし、レートが UNK よりもちょっとだけ遅いんで、こうやって飛んできましたね。はい、レートもちょっとだけ遅いので、本当に弾持ちはいいです。あと、どうかな、範囲の方もね、1000いくつだったっけ、1300とかあるのかな。まあまあ届くし、あのヴァンガード切れば、ノックスの、なんだろう、射程アップなしぐらいのね、範囲はありますので。あれ、来た来た、はいはい、あれ、 UNK 強いなUNK 強いな、おい今の完全先打ちだったと思ったんですけど、UNK ね、かなり強いですね。最近使ってないんですけど、SMG 自体はあんま使ってないので、というかチーデス自体はあんまやってないので、UNK ね、改めて撃たれてみるとめちゃくちゃ強いなという感想ですね。この動画を2000撮った後にね、マイクロの UNK 持って、ちょっと遊んだんですけど、確かに強いですね。これ UNK と変わらないって最初言いましたけど、 UNK やっぱね強いです。瞬間火力はね、かなり強いですね。下来てるな、見えてます。はい、あれ、いた、あれ、外した、ロケラン、はい、アトムか、あ、アトムじゃなかったですね。でもキルできなかったな。前川さん前川さんに、MR で前川さんって勝手に言ってますけど、フロントリバーさんだったんで、自分ずっと今日2000マッチしたんですけど、前川さんって言ってました強いですね、アトムに MR、星7だったかな。まあタイラントの方は星5でしたかね、星6ではなかったと思うんですけど、あ、いたいた、はい、完全待ちロケラン、やられましたね、読まれてましたね。でもね、 あのロケラン結構怖いんですよね。外したらね終わりなので、これはいけたと思ったんですけど、キルできなかったんで。ダメージ受けてるとやっぱね、ショットガン一発でキルされるんできついですね。まあただこのと、本当この KPM はね、かなりいい感じで、はい、タイラントでもね普通に溶かせますので、まあ今ぐらいの距離だったら全然いけますね。今の倍ぐらいまでは、いけるかな。ただばらつき多いので、ヴァンガードなかったらね、ちょっと離れるときついんですけど。アフパルもそろそろ砂イベントもう終わってもいいんですけどね、いい加減飽きてきましたね、シーズナルのね、スナイパーもこれですね。 UNK ほんと強いな。なんでだ、これ SMG 対してついてないですよね。なんで打ち負けるんだ。絶対打ち勝てると思ったんですけど、打ち勝てない。一人花火、はい、当たった、はい、もう一人いたんですけど、どっち行ったかな、裏に回っていったかな、いないですね、いない、ここにいるかと思ったんですけど、いないです。なかなか思ったようにね、本当に久しぶりのチーデスだったので、あんまりこう知ってる方ではなかったんですけど、敵さんもね、思ったようにキルが取れてないかなという感じですね。やっぱやり込まないとね、本当に微妙な差ですけど、かなりキルの取れ方が変わるので、勘がね鈍るというか、やっぱやり込んでないとダメですね。最近私はもうほぼログイン勢ではないですけど、ちょっとシーズナル1戦2戦やるぐらいなので、チーデスはね、ほんと動画撮るときぐらいしかやらないんで、かなり厳しくなってますね。勘が悪い、勘が鈍りますね。はい、1戦目終了です。何キルだ、10ぐらいいったかな、10いけてない、ああ10キル、10キル7です微妙ですね。まあ2人なんでね、まあ10キル、まあ、2桁いったということで、2戦目はこれです。ヤギ、ヴァンガードを脱いでヤギ着ていきたいと思います。これだとレート、まあレートアップのね、恩恵はほぼないです。あとはこのラッキーショットの恩恵が若干あるのがね、TPM はいいかなと。あとはあれですね、花火投げた後に加速するのがまあ使えるので、そのあたりでね。でなぜか射程アップを外した途端にこのターミナルというね、
射程が必要なマップになってしまうこれかなりデスレになるかなと思ったけど、まあまあまあいけますね。はい、うん、KPK か。 KPK も使ってる人いないですね。前川さん今度は KPK できました。どうだった KPK。 あーがっつり待たれてたな。また同じとこ隠れたし、あ向こう行ったな、向こう行きましたね、うん。それでキルカメラね、見るの本当大事ですね。キルカメラ見て敵さんがどこ行ったかちょっと見て、あと KPM ちょっとだけあの足がね遅いんですよ。ノックスほどは重くないですけど、まあ UNK とか他の SMG と比べるとちょっと重たいので、足がねちょっと遅いで、トレースつけるとやっぱ足にね命中率アップないとね結構きついんで、どこかな。ヴァンガード2点にこれで打ち勝ちましたね。はい、ナイスです。まあ KPM、 あ KPM じゃない、 KPK 今弱くなってますんでね、あれ昔の KPM、 KPK だったら絶対勝ててないんですけど、まあ KPK も弱くなったし、ロケラン来た、いたいた、この距離はちょっと厳しいな、いるかな、いない、逆かな、花火当たらない、逆ですね。これもう弾数でいきます。弾数、あ切れた切れた、あでもキルできましたね、ギリギリ。やっぱ48発はね結構でかいですね、うん、8発 UNK より8発多いですし、まあなんだ強化前の UNK より12発多かったので、もう36発だったのでもともとね、最近40発に増えましたけど、増えましたよね、40発になったので、あんまり差は感じないんですけど、以前の UNK だったらかなり弾数の差を感じてたんで、その辺のなんていうか、その辺をうまく使ってねこう立ち回っていければ強いかなと思いますね。いた、ロケラン外れロケラン下手だな、相変わらず。ロケランなんかね、昔の初期のアフパルの頃より随分使いづらくなったんですよね。最初の頃のロケランすごい使いやすかったんですけど、今なんかちょっと星7でもきっちり思ったところに飛ばない気がします。私が下手になっただけかもしれないですけど、初期のロケランもっと良かった気がする。いたいた、これはいけるか、あ2人がかりで撃ったんでね、いけましたね。これは右かな、あ後ろだ後ろ、あ無理か。シャム UNK 強いですね。あの自分この後でね、あのナイクロの UNK 使ったんですけど、ヤギでかなり強かったですね。倉庫だったんですけど、本当強くなりましたね UNK、KPM まあ作っても、あの UNK がなければ作ってもいいですけど、 UNK あるんであればもう今の状況だと無理して作らなくてもいいかなと。ただ自分この形が好きなのと、まあね、あの自分が一番最初にあのとつることを覚えた SMG なので、 KPM ナイクロ、なので、ね、ちょっと愛着あるので使ってますけど、いたいた、はい、まあ一発のダメージはでかいでしょ。2500ぐらいあるので、でヘッショダメージ 5% アップ、ヘッショだと5000ちょい入るのか、5250ぐらいのダメージになるんですね、ヘッショ一発で。なので5発キルぐらいか、ヘッショ5発キル、このレートで5発キルってどうなんですかね、わかんないなUNK と UNK もちょっとダメージ上がったので、以前の UNK だったら全然勝てたんですけど、まああとはもう本当好みですね。まあネタ武器とまでは言いませんが、まあまあ好きで使う分には、ね、楽しいです、まあめちゃくちゃ強いかっつったらやっぱノックスとかね、そっちの方が強いんで、まあでも楽しそうだなと思う方はぜひね、星5今もらえると思うんで、作ってみてください。はい、終了ですね。8キル8です6ですか、微妙だなはい、ということで久しぶりの一列行ってみました。今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。